昨日母親の誕生日でさ、実家帰ってたんだけどさ、うん、家帰ったらさ、俺が買ったばかりのガジュマルがさ、うん、ダイニングテーブルに置いてあってさ、うん、同じやつ、うん、えって言ったら、うん、その弟が買ったとか言って、うん、たまたますごすごくない？なんかもう双子の話いやマジで怖いと思って、すごいね。あれ何個差だっけ？2個下だね。そっかそっか、うん、え、もともと似てんの？いや別にそんなに似てないと思うな。まあでもやっぱ似てんのかな。あるんじゃない？やっぱそういうさ、そういうのあんのか、思考回路みたいな、うんうん、親からインストールされたものがあるんじゃない？やっぱり そうだよね。なんかお姉ちゃんとなんか被ったみたいなある？生理的に無理なスポーツ選手がいるんだけど、うん、いや知ってるよいや言えない、ここでは言えないような人だけどね俺も姉も、うん、普通の家族全員そのスポーツ選手嫌いなんだけどいやそれは珍しいけどね。珍しい私もってなってテレビ見た時にちょっと俺無理なんだよねこの人って言った時に、私もなった時あったんだよな。ケビンが無理な人知ってるけど、被るような人じゃないよね。世間一般ではすごくこう、なんて言うんだろう、うん、むしろ超好感度高い。そうだね、好感度から、ね、俺苦手なんだよね、あ、私もって普通はならないような人なんだよね。そう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 、だからそれはそうかもね、似てる。悪キャラじゃないからね。そう、全然悪キャラじゃないからね。見てて鳥肌立つんだよねあるし、兄弟で妹と。いやーもう結構うちはかなり違うから、ね、会ったことあるじゃないか。会ったことあるね、うん、かなり違うからね。ギャルだからやっぱ、うん、やっぱギャルに合わせるのが結構むずいよな俺的には合わない。あ、うん、難しいよね何かは多分ね、あるよ。いや、なんかあるんだよ。同じ親から生まれて、うん、同じところで育ってね。そう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 、男女だからさ、まあ、うん、ピンチもだけど、やっぱ必然的にちょっと好みずれがちよ。そうかそうか、同じスポーツやるとかもないし。それで言うと多分うちは相当似てるわ、うん、多分小中一緒だし、はいはい、高校も一緒だし、中学まで一緒にサッカーやってたし、うん、習い事同じのやって、うん、ピアノも一緒にやったし、うん、スラムダンク好きだし、うんうん、フランスも行ったし、それは似るか、まあ、そうかって感じもするか。まあそれはそうだね、確かにね、うん、やっぱ男女だとね、ちょっとそこがね、ずれがちよ、うん、そうだね。いやでもびっくりしたねびっくりした、マジですごいね、それはすごいよ、なかなかの確率だよ、うん。